秋田県和野郡の範囲和野郡は、秋田県の郡である。人口4639人、面積201.7平平方メートル、人口密度23人、平平方メートル、一家の一丁を含む。明治12年に行政区画として発足した当時の郡域は、上記一丁に、和野市を加えた区域にあたる。花輪出身の地理学者、佐々木彦一郎は、 カズノの南部、秋田、津軽三国に対する関係はあても、独、二つの間に、教材するアルサスローレイン州のごとき関係にある、ところであると記している。後のカズノの主要な資源は、天然杉と鉱産物であった。この天然資源をめぐる、領有権争いは、鎌倉時代の六角四四四の関東武士団の、時代から存在し、 数の四42艦が建設されて、領内の守りが固まってからも変わることはなかった。室町時代後期、戦乱を経て、東の南部市の支配が確立した。それでも、数の軍の地は、三半境に損し、天正18年の豊臣秀吉主院上により、数の軍は南部領と確定した。これにより、南部森岡藩の軍事的拠点となり、 津軽寮への警戒を怠ることなく、秋田寮との境界紛争も耐えることがなかった。寛永16年8月、キリシタン山狩り事件が発生し、12月、小坂と大館境の山中で、半境の扱いを発端に、両藩市の小競り合いが起きた。遠方6年、幕府の検視により、表情書において、秋田藩と南部藩との境界を記した絵図を作成して、 それを決するに至った。1、花輪町2、毛マ内町3、小坂村4、大佐、沢村5、ぐ川村6、明けぼの村7、柴田枝村8、錦木,木村9.7、滝村10、大湯村群内にあった街道は以下の通りである。軍内には次のような民族文化がある。昭和40年代後半の数の軍内の大型合併の際は、小坂町を含めた、 合併案があったが、小坂町のみ単独調整を施行し、残りの3町1村が合併して、和ズノ市となった。平成の大合併において、小坂町は当初、和ズノ市との任意合併協議会と大館市及び、北秋田郡比内町、田代町との任意合併協議会の両方に参加したが、結局どちらとも合併せず単独調整を継続することになった。ありがとうございます。